ベアレーク軍はアメリカ合衆国間ホ州の南東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5986人であり、2000年の6411人より6.6%減少した。軍庁所在地はパリス市であり、同軍で人口最大の都市はモントピリア市、人口2597人である。 軍名は、海抜1 9 2 4フィート、長さ20マイルの鉱山湖、ベア湖から取られた。湖の北半分がアイダホ州、南半分がユタ州に入っている。1848年から1850年、ペグレックスミスが、オレゴントレール沿いのディングルに近い交易基地を設立し運営した。ベアレイクバレーにおける最初の開拓地はパリスであり、 1863年9月26日にチャールズ・リッチが率いたモルモン開拓者が入植したものだった。最初は30家族が入った。1864年春、オレゴントレール沿い、バレーの反対側にモントピリアの町ができた。ベアレーク軍は1892年に設立され、1892年にはモントピリアを通って鉄道が延伸された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1049.44平方マイルであり、このうち陸地は971.38平方マイル、水域は78.05平方マイルで、水域率は7.44%である。ベアレーク軍は、ベアレークバレーを中心としており、周辺を山脈で囲まれている。山岳部が標高の高いところであり、 最低地点は約5900フィートである。最高地点は標高9957フィートのミードボーンである。ベアコ、アイダホ川東岸から見る以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パリスにある末日聖とイエス・キリスト教会の寺院。ありがとうございます。